その一緒にやってみたその関さんは、どうだった？やっぱり、あの人のなんか頭の回転っていうかサービス精神ってとんでもねえんだなと思って、いや昔ね、あの某神谷博士先輩が、そうあの関さんの話した時に、あの人はあの人間性以外芝居に全振りだからって言ってその時はと思ったんだけど、なるって言ってたと思ってます、俺もさ後に一緒に1年やらせてもらうんだけどいかがですか、俺はだからアホの皮をかぶった天才っていう、いやあの人 ね、そうなんですよ、そう腹の底何考えてるか分かんないぐらいアイディア詰まってるから、森久保さんと関さんって、出会いってどの辺なんですか。出会いは、俺が本当だからもう本当この業界入ってすぐに20代そこそこの時に、ちょっと女の子の問題で揉めてた時にいろいろ仲裁に入ってもらったって。どういう生々しいじゃん生々しいですね。ちょっとあの女の人の関係でこじれた時に、その方のその女の子の親友が、あの関さんのお友達で、でそれなんか聞きつけて、なんかあのなんか修羅場に初めて修羅場で初めて会った俺は。いやそれ急に仲良くなるやつですよね距離縮まるなお芝居とか何とかの前に人間だやっぱり対人間として、そういういいですか人たち。お願いします。いいね手際いいね。なんか料理とかすんの。料理料理好きですよ。なんか手際いいもんね。酒のつまみぐらいは自分で。いいねいいね。え、だって森久保さんだってそういうの豆じゃないですか。まあ、そうね、最近あんまやんなくなっちゃったけど、好きでやるけど。いやでもそっか、ね、同じ関智一、元カノすぐ言うよね、この夜遊びって。それ元コンビのことて言えって。元カノ台本通りなんだよ。元カノ元カレみたいな。俺台本通りなんだよ。で俺結構あっちこっちで言ったけど、友川さんとやってて一個だけ忘れられないんだけど、あの人の MC が素晴らしすぎて家帰って泣いたことがある。マジで。悔しくて。わーかっこよ、プロフェッショナル二人して。もうほんと悔しくて、知ってたよ。だからもともとすごい人だし、で年って年齢で言うと一個しか変わんないから。あそうか、そうですね。そうなんでもなんか俺がもう出会った時からもう役者としてもだし、ああいうバラエティとかラジオとか、そういうのにだもう本当ね、もっと毒気あって時代も時代だったから。そうですね。僕も高校の頃聞いてたらそんな感じだったもん。でしょ。もう本当にそういうののパイオニアっていうかさ、ね、だから、そんなん聞いて育っちまってるもんだから、そっか今それやろうとするとダメなんだなと思って。そう時代変わったなと思って。本当にでもなんか知ってたんだけど、でもなんか俺組んだ時は、まあ、回しがね、まあ、基本的に俺がやるみたいな、その後輩の方がやるみたいな感じでさやってたわけよ、で一回本当にちょっと内容的にどう転がせば、いい着地になるかなって、結構センシティブなテーマの回があったの。でうわ難しいなっつって、まあ、一応こう回すの僕がね、こう打ち合わせのところでやるんだけどさ、で友果さんとかもね、ほらね、まあ、はいはいはいみたいな感じじゃんマイペースに見えるからね。そう、はいはい、ほんでまあじゃあこんな感じでいきましょうって打ち合わせがあって、いざ始まってみたら結構なかなかね、どういうふうに話展開して転がして着地するのが、正解か俺もなんかこう探り探りやってた。森久保さんが珍しい。スパーンって友果さんがこうなんつうのバトンを受け取ってくれて、パーってこうなんか展開させたのよ。そのね番組を、で俺も本当にあの後オンエア帰って見たけど、もうなんか俺はまあもうリアクション取るのが精一杯でみたいなのあって、悔しくてね。うわでも本当ない、今までこうやって飲んだことないし、あんまり。誰と仲いいの。同世代っていうと、そう与永とかでしょ。まあ、あの年的には1個下だと佐藤君とか、高くんとかなんですけど、でも芸歴だいぶ差があるじゃないですか。まあまあそうなっちゃうね。だから一回の飲み会の時にお芝居の話になって、で彼らの、そのお芝居 の、その思っている、ここをこうしたいとかああしたいっていう、その世界が、すごく眩しくて。なるほど。やっぱり引き出しが多いじゃないですか。だからここの子の話はこうでとかっていうのはあったんですけど、僕の引き出しの中ってシャーペン1本しかないみたいな、そういう世界だったんで、当時はね、それがすごく悔しくて、
なんかもっとお芝居勉強したいってずっと勉強してたんですけど、その会話通して、その、うまくこう、ね、噛み合わない世代は一緒なのに、そうなんですよ。やっぱり自分としてはまだキャリアと、ね、そうキャリアがないからないというところで、すごいもどかしい時期はすごいありましたね。でもそこから10年以上経ってさ、はい、今はまた違うでしょ。そうだいぶ変わりました。なんかそのお芝居の向き合い方とかも、あの頃悩んでたのってこういうことなのかなとかっていうのは徐々に分かるようになってきて、なのでMC 宮の役の坂巻くんとかとは仲良い、同い年ですし、あれもそうなんだ、はい、一番面白いね、変だよね、めちゃくちゃ面白いんですよ、ね、なのでよくあの誕生日付近の僕がやってるラジオとかに来てもらってます、あそうなんだ、毎年来てもらって今でも、はい、いやそうでもなんかなんだろうな、やっぱりでも森島流の多分こう歩み方があって今があるから、はいはい、それどんどん後から生きてくることって増えると思うんだよね。なんかやっぱりそれって絶対武器だと思うのよ。 なんか、はい、例えばさこう同じ年代でも、例えばはこういわゆるこう安定仕事が安定してくるタイミングって違うじゃん、早く安定する子もいれば30ぐらいでとかさ、でもなんかどっかで結局横一線並ぶというかね、気づくとそういう瞬間来ると思うの。でもその時に何もなかった時に何してたかがすげえ大事で、何もなかった時に何してたか、いわゆるまだその仕事とプロとしてキャリアがこう積み上げた仕事も、もうない声優としてないような時期に、例えばじゃあその前にサラリーマンの時代があった、しかもそういう結構なかなかもう俺もっとこれに上回るエピソードを話したいぐらいジェラシーするぐらいなかなかパンチあるエピソード、すいません俺エピソードじゃんけんめちゃめちゃ負けて悔しいから、あその以上のインパクトのエピソード喋りたいみたいなのあるからすげえなと思ったんだけど、でもそういうのも経験で今こうやって笑って話せるってことだよ。でそれは何かの絶対糧にもなってるわけだし、例えばじゃあ売れてないからこそできたことってあるじゃん。いっぱいありました。あるじゃない。ありました。仕事その分時間があったからこそ、だからそこで何をしてたか、何者でもない時に何をしてたかがすげえ大事で、それがどんどん生きてくるわけよ。そうなってくるとある程度どっちみちある程度の時に並ぶから遅い早いって関係なくなるわけ。うわーなんかうわ嬉しい。ほらまたいいこと言っちゃった。すごい。そうか、初めて会ったところ覚えてますか、みたいな話みたいなって。森久保さん聞いたことあったっけ。僕こういうのって大体新人の方が覚えてるんですよ、はあはあ、だから多分森久保さんとあれじゃなくてバクマンじゃなくじゃなくて手前のドラマ CD でやってまして、その時に、だいぶミーハー根性を隠しながら収録してましたね。あ本物の森久保さんだ。ドラマ CD でやったっけ。えなんてやつ。ちなみにマジナっていうのがありました、ね、ああマジナ、はいはいはい、鈴木優斗くんと僕が、まあ、メインで。ああそっか。占いのキャラクターをやってまして、はいはい、あった小安さんとか、森久保さんがいらっしゃいまして。そうだあの話でしたよね。バクマンでノブの役やってた役俺受けて。ああはいそうです。新妻エジオの話を、そうですね。そうその話していただいてすごい嬉しかったです。なんかすごいなと思ってって話してもいいのこれ。俺してないもんねこの話はね、この番組ではね。いやそうだからどっちかってそうマジで確かにそうだから覚えてるし、だけどなんか一番最初になんかノブのうわって思ったのがバクマンってやつで、何役か受けなんか一役かな受けたんだけど、現場でこっちもお願いしますって言って、まあノブがやってる新妻英二っていうのすごいエキセントリックな天才作家がいまして、でパッて見て、あこっちの方が俺受けたやつよりいけるかもと思った。あ正直多分なんで主人公の2人のうちのどっちか受けたのよ。あそうなんですね。日野君と阿部だっけ。あれそうですだよね。のどっちそう最高なんか囚人かどっちかを受けて、うん難しいなと思いながらやって、その現場で言われたの新妻を振られて、で現場で資料もらってバーってやって、あこっちは多分いけるなキレッキレのちょっとエキセントリックね。そうなんですよ。ゲゲってやって、そうあれやもう最初はこっちちょうだいよみたいなドーンってやったら、まあ、落ちたわけですよどっちも落ちて、誰がだとノブがやってて見たら、こんなやり方あると思ったのこのキャラクターだあるじゃない、自分だったらこうやんなをの全く浮かばないアイデアのお芝居を持ってきてたから、
あーこれも素晴らしいと思って、はい、あーいや嬉しいです、その話してくださっててですね、うん、いつもすごい嬉しくてですね、励みにいつもなってるんですよ。一番あれがなんかでも以来そうだよね、大体なんかこういい意味でこう裏切るお芝居をする人、ああそういうイメージがありますか。ああそうなんですね、うん、なんか個人的にはなんか小安さんになんかいろいろ小安さんの前でお芝居した時に、うん